香が本郷本店共栄会所属店舗のシンボルになっているやっこだこのイラスト香がはもつ焼き、もつ煮込みを主力とする居酒屋チェーン。現在では東京都、埼玉県を中心に50以上の店舗が営業している。石川県旧中,中島町出身の木村忠夫が都内鮮魚店や焼き鳥店での修行を経て1965年に1号店を開業。店名は 木村の出身地が石川県であることから付けられた。板橋駅東口で開業された1号店は、わずか7坪でカウンター8席のみの小規模な店舗だったという。1号店の開業後、各店舗で修行を積んだ弟子が独立してオーナーとなる昔ながらののれんわけのスタイルで各地に店舗が増加した。1号店は立ちのきにより一時浦和へ移転するなどの変遷を経たが、 現在の本店は創業者の親族がオーナーを務める本郷三丁目駅前の本郷本店である。店舗によりメニュー構成が異なるが、どの店舗でも共通する主力商品は大串のもつ焼きと小型の土鍋で提供されるもつ煮込みである。またドリンクメニューでは、ほぼ全店舗でホッピーが扱われており、店舗入り口にホッピービバレッジ車の上りや赤ちょうちんが設置されている場合も多い。 前日の通り、のれん分けスタイルで視点を増やしているため、セントラルキッチンが存在せず、店舗ごとに、味、メニュー構成などが微妙に異なる。こうした店舗ごとの違いを楽しむため、わざわざ複数の視点を訪れる熱心なファンも多い。ほぼ全店舗が、東京都、埼玉県内で営業しているが、千葉県船橋市にも支店が存在する。総店舗数は50店舗を超え、新宿、 池袋、新橋、神田、錦糸町など、都内の飲食店が密集するエリアのほとんどに支店が存在する。また、入ューカ加賀広ガ加賀富士等、加賀ヤ以外の店名で営業している店舗も存在する。入ューカという店名は、オーナーが体調不良等で引退し、新たなオーナーに店舗を継がせる場合や、同駅周辺に2店舗目の店舗を出店する出す場合に付けられる。 店舗の看板の色は一部の例外を除き赤である場合が多い。また、加賀屋競栄会に所属する店舗の看板、のれんにはやっこだこのイラストが描かれていることが多い。このやっこだこのデザインを手がけたのは創業者と信仰のあった斉藤高尾である。加賀の店舗が都内で増加し始めた時期に、加賀各店の店主により情報共有や 更新育成に当たるための組織として、加賀屋協栄会が設立された。その後、飛躍的に店舗が増加し始めると、組織内で意見の分立が発生し、創業者の木村を中心とする加賀屋協栄会と、古参の店主を中心とする加賀広司会の2杯に分裂した。この際、屋号について取り決めがなされ、加賀屋という店名で新店を開店するには、 共栄会への所属が必須となり、旧会に属する店舗から、のれん分けを行う場合には、加賀屋以外の店名で開業しなくてはいけなくなった。この事情により、ある時期以降、加賀広市、加賀富士といった新しい店名の店舗が発生した。創業から50年を超える老舗であり、店舗数も多いことから、書籍や漫画で取り上げられたり、著名人に言及されたりする機会も多い。ここでは、 株式会社、中和物産による、加賀屋ホームページ内の、お店紹介に掲載されている店舗、及び、同リストには掲載されていないが、店名が、加賀屋、ニュー加賀屋、加賀広市のいずれかである視点を挙げる。千代田区中央区港区新宿区文京区台東区、墨田区品川区大田区中野区杉並区豊島区、北区、板橋区練馬区足立区葛飾区東京とか埼玉県、千葉県。 ありがとうございます。